こうオリンピアの時、はい、結構ちょっとむくんでましたね今回ね。そうなんです。あ、広島大会の時ね、バキバキですごいいいコンディションだったと思うんですけど。そうなんですね。広島の時よりも結構倍近くカーブ入れててか、あの広島大会自体もかなり入れてませんでしたっけ。広島の時も入れたんですけど、広島の時が米で言ったら1日6号か。いや十分十分十分。2日間だけあったんですよ。2日間、はい、2日間米で。今回はもうオリンピアでもうね、外人仕様に、外人とバルクで勝負せなあかんから、対外人仕様やるので、もう1日15 15にブルーベリージャムとか、マジか、あのいちごジャムとか、負けもんですわ。3日にわたって、まあ、まんじゅうとかも食べたりして、結果前日の僕、まあ、東京着いて、まあ、受付やら何やらして帰ってきて、水ちょっと抜こうと思って銭湯行ったんですよ、はいはいはい、体重測ったら 86.5。 それでもう呼ぼうと思って、あの彼、僕の身長で169cmしかないんですよ。 86.5 もあって、こっから水抜けるかな、まあ、ちょっとむくんでたんですよ、ちょっと鏡で見た感じも、まあ、ちょっとやばいなと思って、まあ風呂入って最後気合で抜こうと思って、またその銭湯がね、めっちゃぬるいんですよ。汗抜けない。そう、サウナもね、めっちゃぬるいんですよ。全然汗かかなくて。そんな感じですよ、言い訳なの。いやいやいや、でもあのみんながね、あのためらう中で、あえてそんだけこう次ぶち込むっていうね、度胸がすごいですわ。いや、結果失敗したらみんなが。まあね、失敗したらね、またそれ次の糧になるんでね。そうなんですね。いやー、プロデューサーしたらあかんていうか、僕その広島大会の量聞いてもそんだけ用突っ込まないですからね、僕の場合は。広島の時の方が多分あれが一番良かったんでしょ。そうですね、体重的にもかなり凹ましてたんで、ね、予定よりも体重下げてあげたんで、ね、前日子供の運動会のおかげで、ええ感じで絞れた。結構つなぎとか頑張ったんで、取った分消費もしてたから、いやいや、アマターボーディングをお勧めしないですよ。ああね、ぶっちゃけた話。あ、まあ確かに JB の田村さんで、あのね、グランドチャンピオンシップに、ね、はいはいはい、見事あのオールジャパンの時、ちょっと前日とか、ね、特別なことやりすぎて失敗してしまって、はいはい、でグランドチャンピオンシップの時はもう普段通り、前日もトレーニングしたし、普段通りの食事で行って、でこうビタッとはまって、ね、全年齢のオーバーオールの中で2位になったっていうね。だから、ね、まあ、普段からコンディションキープできてる人は変なことしなくてもいいのかも。変なことってか、なんかその期待するんでしょうね、その、そうそう、魔法をね、魔法があると思って、そう、ないっすね、一か八かみたいなのをね。特に多分減量大会多分2週間前ぐらいが一番いいんでしょうね、普通にお腹もペコペコ。確かに、そうそうそう、ね、トレーニングしたらいい感じでボワッと。で、まあ、中村君の場合もともとがでかいから、そこまでもうはらんでもう、そうなんですね、そうそう、めっちゃ言われたんですよ、きれいに水抜いたら多分それで十分戦えるから。そうなんですね、もう顔ローディングしません。いや、もうその方がいいと思います、ね、もうしなくても十分でかいんで、はい、そうそう、いや、水抜きました。はい、まあちょっとね、僕もそれは思ってたんで、はい、今日生で聞けて嬉しかったです、はいはい、頑張ってください、はい、今日はね、あのショータイム1分ですね、新しく入った新兵器のね、あのハイパーナイフ、はい、入ったらしいんで、ちょっと見学させてもらいます。秘密の、あ、秘密の扉が。ここはエステゾーンなんで、あ、ここがエステゾーン、あ、なるほど、あ、すごい、すごい、あ、これが、ね、ハイパーナイフ、僕見たことあります、ね、僕、あの、今年のオールジャパンと関西はハイパーナイフやって仕上げてもらったんですよ。やっぱりね、あの普段よりもこう皮膚の下の水分が抜けてね、ピタッとね、こう筋肉に対して皮膚が張り付く感じがありました、はい、でも高いんですよ、これね、高いんですよ。一回普通に行くとね、まあ、部位ごとに値段が上がっていったりするんですけど、まあ、軽く1万、2万とかね、回数重ねるともう、ね、2、3万すぐ飛んじゃうんですけどね。うちは安くします。安くしてくれるそうです、はい、特に選手の方、自分が選手でもあるんで、やっぱりね、美容目的が半分ですけど、選手寄りに考えてこれあったら絶対いい。これね、今フィジーク界結構当たり前になりつつある、ね、機械なんですよ、これ。これで皆さんもここ来たら、ここ大会当日でも前日でも来てください。で、あのこれやった後がすごく脂肪が燃えやすくなるボーナスタイムでもあるんで、その後にね、こっちのジムでね、
有酸素とかするとすごくね効率的なんですけど、でそれプラスここはあとなんかまあドームサウナ特殊な銀紙みたいので巻いてもらう感じだったんですよ。多分そこに似たような感じですね。これドームサウナですか。これ遠赤外線で、すごい遠赤外線でサウナに入らなくてもサウナ以上の効果を得られるっていう、これねレベルあるんですけど、すごいですね。ぶっちゃけ時間も20分から、まあ、40分とかあるんですけど、もう20分で結構汗やばいんですよ。2キロぐらい減ります。2キロ、体重で言ったらね。だからもう、もう最強パターンはもうショータイムの会員さんでコンテンツ出る方は大会前になればハイパーナイフをして、ほう、トレーニングをして、で最後これに入ると。マジっすか。もう鬼絞れるっす。いや僕も今年初めてハイパーナイフ試させてもらったんですけど、ね、はい、順位ほんまに2、3位変わりますよ。いや本当に思います。いやオールジャパンの時もハイパーナイフしてたんですか。いやあれはねハイパーナイフ2回やった1週間前と2日前とってやってね、ちょっとサービスで安くやれるとこがあって、はい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 、まあ、うちもサービスさせてもらうんで、でジムなんで、そう来やすいと思うんですよ、多分普通にトレーニングしに来てついでにっていうような形で、そうなんそうなんです。だからエステ行ってでジム行ってってこうで結構面倒くさいんですけどね、手間がねなくなると思うんで、ね、でこのやった後がすごくね水分も脂肪も燃えやすいね、うん、ボーナスタイムなんですぐトレーニングもできますので、ここでねこれいいですね。ちょっと僕もちょっと次のコンテストまた来年になりますけど、ちょっとぜひ試させてもらおうかなと思います。仕上がりめちゃくちゃ変わると思う。はい、もうね、ちょっとまあ12月にまあちょっとまあ試験的にスタッフで練習したりして、なるほど、ちょっとなんですか、なんか商品化というかなんですか、しっかりと1月からは動けるようにしてるんで、ちょっとまだ試験的に試してます、はい、ね、やっぱこのコンテスト出てる選手の目線で仕上げてくれると思うので、そうそう、はい、まあ普通にエステーションの人がやるのもいいんですけど、まあ、ちょっと目線も違かったりするんで、ね、そうで選手でどうしてもやっぱり選手にしか、ね、出せんところの部位とかあるじゃないですか。お腹でも腹直筋のとことかなんかあるじゃないですか、ね、なんかありますね、前鋸筋から出したい、そうなんですよ、こう腹式、ね、横をね張り付かしたいとかね、そうそうそう、あるんですよ。そうで肩とか意外とその上半身だけでやるんじゃなくてピンポイントでこのやっぱ肩のストリエーションとかも欲しいじゃないですか、うんうんうん、そうなんそうなんですよ。最後そういうところもうまいこと、ね、でリンパの向きとかちゃんと考えてやらせてもらうんで、ああいいですね、ぜひ行きたいと思います、はい、またよろしくお願いします、はい。